毎朝6時チャンネルむっちゃん、今日使える日本の歴史、毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹野内の好きね、竹内睦弘です。今日は1月16日鑑真渡来です。日本にきちんと法を授ける人がいなかったので、日本側が要請しました。誰か行く者はいないのかと鑑真が言ったら、みんな怖がりました。実は遣唐使は四つの船といって、四隻の船で日本から向こうに向かいますが、そのうち二隻が潰れるぐらいの状況です。無論東側も同じような状況でした。じゃあ誰もいないなら私は行こうと言って向かうんですが、何回か失敗しました。その間に鑑真は失明してしまいます。目が見えなくなってしまいます。しかし鑑真は、広元の国に戒律を授けなくてはいけないということで、正式な戒律を授ける戒壇院を作るために向かいました。これが東大寺戒壇院です。そして鑑真は目が見えないまでもなんと日本にたどり着きました。それが754年754です。そして鑑真が多くの人に戒律を授けました。その後鑑真は、他にもいろいろ授けたいものがあると、戒律だけではなく仏教にはいっぱいあるんだということで、お寺が欲しいなって言ったら、天皇がもちろんお作りしますということで、唐から招いて菩提を弔ってくれたお寺ということで、唐招提寺を作りました。唐招提寺は鑑真のために作られたお寺です。それが754年でした。それが奈良時代の頃。素晴らしいですね、鑑真和上。そして時代は移り、これは安土桃山時代になりますが、この時秀吉が黄金の茶室を建造します。茶室を金箔張りにして完全に黄金の茶室なんです。これ初めて見た徳川家康が案内された時、大沢城をこんな黄金の茶室なんか作って家人でもなったら大丈夫ですかって言ったら、大丈夫と、これ、取り外し可能と言って、実はプレハブ工法だったんですね。取り外し可能だったんです。この人ここまで考えてるんだと家康は思いました。徳川家康がびっくりしたんですけどね。そういった記録も残っています。これが1586年の時です。でこれは正直なところ、黄金の茶室には、反対の人がいます。秀吉が好きになったと言っていい元商人である、茶道のトップ千利休は詫び錆を重んじておりました。そのためにこんなのは絶対邪道だと思ってます。つまり、茶道においては利休と千利休と豊臣秀吉は考え方が全然違ったんですね。特に千利休が結構愛した、黒い茶碗を秀吉は嫌いました。利休と秀吉の反発はどういうことかというと、秀吉は政権で権力を持ってる人でも、利休は文化において権威を持ってる男です。その反発の試合により、最後秀吉は利休に切腹を命じたと考えてよろしいかと思います。そして佐藤の場合ちょっといろんなパターンがあるんで、正式なお茶会というのは薄茶濃い茶
そして行動というのがあって、お香の知識も必要です。まあ私も行動をやっておりますが、女性たちが皆やりたいがっているのは源氏香というお香ですね。行動の会、これに招かれることが幸せです。ですがこうお香の世界まで知ってないと本当に茶道をやったとは言えないんです。茶席には招かれません、正式な。やはり教養というのは必要なものです。そして日本文化も大切ですよね。そして、1653年、玉川上水が完成します。玉川兄弟が作った、兄と弟が作ったんで玉川上水って言われてますが、こちらは何がポイントかというと、関東平野がですねすごい平地なもんですから、すごいちょっとずつ下げていくっていう、すごいミリ単位に下げるというすごい仕事なんです。だから大工さんたちもすごかったと思いますよ。ほんのミリ単位でちょっとずつ下げていかないとね、水は下から上に下がらない。で途中に川が横に流れてる場合があるんです。そのためにそのちょっとずつのために、水道の橋を作ります。ちょっとずつのために玉川上水に、それが、東京にある水道橋なんかが有名ですよね。水道橋の高原はその横に流れてる川に対してちょっとずつ流すから水道橋というんですよ。という感じですごい長い素晴らしい橋を1653年早めに作りました。やはりインフラ整備というのは一番重要ですから、インフラ整備をすることが一番重要。やっぱり大切なのは今でも、ね、地震があった時も電気、水道、ガスじゃないですか。まあそんなことはあります。ところがこの玉川上水でなんと自殺をしたというとんでもない男がいます。太宰治です。生まれてきてすいませんみたいな感じで始まる小説もありますが、本当にいい加減しろって、玉川上水で自殺するなって。この人何回か自殺をこう見るんですが、女性だけが死んで自分だけが助かってたんですが、3回目にようやく自殺に成功したんです。でもこの人その自殺の時も迷惑かけてるんですよ。新聞連載があったんです。で新聞連載の連載小説のタイトルがグッドバイグッドバイです。いい加減にしろ太宰治。今日1月16日はそんな日でした。それでは。